はい、どうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画ではインクを使ったダブルエクスポージャー、そしてトランジションをご紹介していきます。ミュージックビデオやあなたの YouTube のオープニングに今回のインクトランジションを使ってみてはいかがでしょうか。ということで準備は大丈夫ですか？それでは早速始めていきましょう。アクション。さあ、ということでプレミアプロでインクトランジションを作っていきたいのですが、当然インクを使った映像がどこにもないですね。ということでまずはインクの映像を手に入れるために、今回はプロダクションクレイトというサイトをご紹介していきます。プロダクションクレイトの中にあるフッテージクレイト、このサイトでは映像編集で使えるフッテージがたくさん揃っていて、無料会員でもダウンロードできる素材が多いので私もかなり重宝しております。ということで今回は検索欄のところにインクというふうに打ち込んで、インクに関係するフッテージを検索していきましょう。すると綺麗なインクの映像がたくさん出てきますが、星マークがついているのは有料会員だけが使えるフッテージです。無料会員でも使えるフッテージを探すのであれば、このプレビュープロコンテンツというところのチェックを外しておきましょう。ここで気に入ったインクの映像がありましたら勝手にダウンロードしておいてください。さあ、それではこれで準備は OK。 それではプレミアプロに戻ります。それではプレミアで早速新規シーケンスを作成しておきましょう。ここには適当に元になる映像素材と、そして先ほどダウンロードしておいたインクの映像も一緒に挿入します。はい、それではタイムラインにですね、こんな感じでどんどん映像素材を入れていってください。今回はトランジションの説明なので、映像を挿入していく過程は早送りしていくことにしていきますね。さあ、これで下の映像は準備 OK です。それではここからトランジションを作っていきます。そしたらどれでもいいので、一つインクの映像をここの上のところに挿入しておきましょう。はい、今回は青と黄色のインクがドゥーンという感じで入っていく映像ですね。そしてこの後ろのところにもまた別のインクの映像を挿入しておきます。この映像は黒いインクがドゥーンといった感じで入っていく映像ですね。はい、それではこれで準備が出来上がったら、このインクの部分を透明にしていきましょう。ということで一気にエフェクトを適用するために2つのクリップを選択しておきます。そしてエフェクトのところからルミナンスキーというのを探し出しておいてから、このエフェクトをこのクリップに当ててやることによって、映像の黒い部分がキーイングされて下のところが見えるようになるのです。さあ、するとこんな感じで、これだけでもインクの画面の中から映像が顔を出すおしゃれな映像が出来上がりです。簡単に作れましたね。ここでインクの切り替わりを変えていきたければ、2つのクリップを選択しておいてから、コマンド D ことコマンド D でデフォルトで設定したトランジションにしておけばいいかもしれません。今回はクロスディゾルブにしております。下のクリップとインクの切り替わりを合わせていきたければ、クリップをトリムしておいてから、レート調整ツールを使ってクリップを若干スローにしつつ合わせていくといいかもしれません。ここで上のインクトランジションにクロスディゾルブをかけて、さらに下のクリップたちにもクロスディゾルブをかけていけば、インクの流れと同じくふわっと画面が切り替わるようなトランジションの出来上がりです。ついでなので文字も挿入していきましょうか。今回はインクの中から文字を出現させていきましょう。ということで、このインクのクリップたちは上の V3 のところにまとめて移動させておきましょう。さあ、それではここのところにテキストツールを使って適当に文字を入力していきます。文字を入力しておいたら、エフェクトコントロールのところから文字の色だったりスタイルも変更していくことができますので、ここで文字に対してシャドウとかも加えていくと良さそうですね。はい。それではこの文字はですね、こんな感じで移動させていきながら画面の真ん中のところへと移動させていきましょう。位置はここで OK ですね。そしたらこの文字のクリップの長さは最後のインクの長さに合わせておきます。そしてついでなので、このテキストに対してはスケールのところのキーフレームアニメーションを作っていきましょう。スケールのところで徐々にサイズが大きくなっていくようにキーフレームをそれぞれ打っておきます。さあ、あとはこのアニメーションが出来上がったら、このテキストアニメーションはインクのクリップの下に配置しておくと、インクの中から出てくるテキストアニメーションは完成です。
インクを使ったトランジションや見せ方は使い方次第でいろいろと工夫ができると思いますので、この辺はあなたにお任せいたします。さあ、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか。もしこの動画が少しでもためになったなと思ったら、チャンネル登録をしてコメントに感想や気づきを書いてみてください。また高評価もお忘れなく。それではスキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。